みーねちゃんにとって茶道とは？そうですね、私にとって茶道の時間っていうのは、全ての感情から解き放たれて、精神をね、リラックスさせる、そんな時間だと思ってます。なるほど。っていうのは、私はネガティブな感情っていうのは、あんまり長い間自分の中に留めておくってことはないんですけれども、逆にポジティブシンキングすぎて、これから自分に起こる楽しいこととか、これからやってくるワクワクすることを考えると、なんか本当にワクワクしすぎて無駄にカロリー消費しちゃうタイプなんですよ。なので、そういった自分の中のいろんな感情を一旦すべてリセットさせる、そんな私にとってとっても重要な時間だと思ってます。みーねちゃんはポジティブだもんね、ポジティブな人ってのは努力家だよね。普通はね、人間とほっとくと大概ネガティブな方に傾くから、だからみーねちゃんって努力家なんだね。そうなのかな、そう思うよ。
かせてお願いします。ちょっと時間がかかってなかなか大変ですね。でも楽しいです。お茶頂戴します。ねえ、えーちゃん、これって東九郎先生の篠茶碗の弦だよね。そうだよね。迫力で、あとこの色合い素晴らしいね。俺もそう思う、うん、この弦は特にさ、うん、もう無の境地で作ってるような感じなんだよね、うん、だから こうやって仕上げてやろうだとか、うん、そういうなんか作為を感じないような、このこれは多分作り続けた人だけできる境地なのかもしれないね、うん。俺もみんねちゃんと喋っとくと勉強になるわ。急に話が変わるから本日も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。見てください。鳳凰です。永井先生、覚えてくださってますか？鳳凰ですよ。ほー。